はいどうもラリホンです。というわけで今回もみんなの投稿を見ていこうと思います。バレンタインも見せプレイ1初投稿というわけでね、初投稿やってきましたね、ドンキー2体がね下アピしてますけど、面白系なんかな。初投稿言ってるからね、この人がどんな感じのプレイするのか分かんないですよね。あのガチ馬なのかネタぶりなのか分かりませんけど、ビージョルかっこいいよ。これ一個かっこいいんじゃないか。はい、スネークメタナイト、メタナイトかな。投稿主さんは見ていきましょう。あー早速そんなプレイしてくる？マジで？結構これは IQ 高い感じか？はい。ゴルドが2回当ててくる。ちょっとうまそう。うん、ゴルド当てて。バカバカバカ。おい、初投稿。おい、初投稿でぶっ飛ばしすぎでしょ。あ、これは上投げ。上投げ下火のルートは初めて見た。え？上投げ下火とか、もうそっからすごいレバガチャしないで、ジョリー。いや、レバガチャしないんじゃなくて、レバガチャできなかったんだ。うん。何かそういう理由があったんでしょ。うまいんだよ。しかもキャラクターいっぱいおるしな、いろんなキャラ上手いタイプやこれ。え、今回実はこれパート3もあるんですよね。超楽しみねんけど。全部はい、メタルト上手いっすね。ラスト下火、しかも最終ストックよ。みんなラスト下火はちょっと男前っすよね。さあペコペコ煽りしてますけど、 122% でまさかいやこれさ、思ったのが、これ端っこまで待った理由ですよね。これ端っこまで待ったのは多分ね、なんかステージ中央とかだと多分ね、密着しきれてなくて眠るが当たらん可能性があったんかな。だから崖端やったらもう 100% 密着じゃないですか。そこまで考えとったんかもしれん。 100% 眠る当てれる崖端密着まで待ったのかなっていう予想だけど、多分合ってると思います。バレンタインも見せプレイし打つリップがないというわけで、大丈夫？今日一応パート3までいいねしてるんだけど、リプレイない言うてるよ。これ早速パート3でもうネタ切れか？でもまあ、普通に1分のさ、見せプレイ集作るためにリプレイ何個いるってことは多分10個ぐらいいるんですよね。って考えるとすごいわな。やっぱり見せプレイ集作るための素材の数って大事ですよね。うまい、うまい、うまい。もうさっき使ってなかったキャラなのにうまい。これ全キャラ使いか、この人。初投稿からやばかったもんね。これは？はい。タイミングバッチリ。回避見るんだ。このタイミングはあれやったんや、回避させてちょうどいいタイミングやったわけな。それはちょっとレベル高ない？わお。ウロリみたいなさ、その上 B とか貯めるタイプのキャラはもうあの展開絶対見てるくなっちゃうよね。さあこれは、あーこれもう帰ってコリアンキルオーバーキルしていくカービン使いというわけでね。カービン使いちょっとオーバーキルしがちですよね。うまい、うまい。ちょっと今なんかうんち落ちましたけど、サムスなんかもしれん。スティーブ、これは、はい、DA して、そしてんかい、どこまで行くねん。あー頼むですよこれ。どうなる？横 B するんじゃん。アピールして、余裕かなこれ。ジャスが失敗したわ、今露骨に。かわいそうじゃないな。おバカさんですね今のね。アピールしてジャスが失敗っておもろいな。バレンタインも見せプレイ集 3E 学校楽しいというわけで、学校行ってんのよ。学校行ってんのやっていう実況どうなんと思うけど、素晴らしいですね。学校楽しいって、リプレイないって言うとったのに急に学校楽しいっていいね。ゲームも学校もまあまあ文武両道ですよね。ゲームを、おー、さすがそれ得意ですね。ゲームを文武両道っていうのはうまっ。ちょバカバカバカ、初めて見たそれ。え、ありそうじゃなかったそれ。ありそうでなかった店プレイだけど、それ初めて見るプレイ多いな。え、これマジでシリーズちょっとガンガン上げててほしいな。俺マジ好きだわこの人のプレイ。いいね。え、ちょっとさっきのブラピのプレイ結構俺惚れました。あれ、なんか惚れとったら、あれ、あ、受け身うまいよあれ。おい大丈夫か、 BGM かっこいいのに どうしたあれ。あ、これガノン乾いたりする？え、絶対違うよね。絶対クラウドやね今のね。いいね。学校楽しすぎて受け身できなかったかもしれない。どういう理由か知らんけど。じゃあ、これ見せて。はい。お、バッテリーが少なくなる演出かなの？膝が、うわ、もう膝まですんごい溜めましたね。コンボまでがすごい溜まってましたね。さあ、そして、踏み？横み？まさか？もう一回やって。200% 超えてんねん。204% やったよ。バーストまで。はい。いや、そのコンボうまいな。右に流れるそのコンボうまいな。ああ激痛画面おもろすぎるな。しかも今のバーストできれへんかったら死んでるやん。行くとこまで行ってましたね。命かけた店プレイやったっすね。え、ちょ、マジでさ、さっきのブラピといい、ちょっと俺、刺
刺さってるわ俺の感性に。バレンタインマミセプレイマリオの撃墜集というわけでね、中1マリオによるミセプ集なんですけど、なんか見やんかった同じようなタイトル多分別人なんですけど、なんか 似たようなタイトルサムネ見た気がするんですよね。で僕はあの一説を唱えますよ。中1マリオ使いクソ多い説。どうみんな、中1にさマリオ使い分布しすぎじゃない？中1と小6だから、小6がさそれは1年経ったら中1なわけじゃないですか。だから小6と中1のこの区間にマリオ使い多すぎやん、なんか小6マリオ使いと中1マリオ使い多すぎやん。これマジでみんなのとこ見たと思うんですけど、だからうまいなさっきから、だからうまいんだよさっきから、うまいのにもちょっと若干驚かんよな。あの小6と中1マリオ使い多すぎてちょっとみんなうまいっすさ、うまいのは当然みたいな、あのプレイのちょっとなんかね、だからひねりを俺見ちゃうわな。横澄まして、はい、これはおお、もう見てよ、見せてくれやん感じですか、編集ことに、おこれまさかちょっと俺予想していいですか、これ TikTok とか見ちゃうとね、これ最後の最後になんかね全メテオ集結みたいなのあるんですよね。そういうなんか編集技術がそれなんじゃないのこれ。いいねこれ、ちょっと楽しみやなこれ、絶対気持ちいいよ最後のなんかね一気にメテオ来る感じ。一回メテオ決まった瞬間全放出ですよ。はい、まだ試すぎじゃないちょっとこれ、あのゲッチの下見もこのためなんで、決まって、まだ、上にも上にもメテオしていく、メテオじゃないか、マントバースト、なぬ何かを狙ってよこの試合。うまい駆け上がりが、上投げからの何、嘘でしょちゃんとコンボで締めるんだ。あのさ、なんで中2マリオ使いおらんの中2マリオ使いおらん件について、なんかみんな中1で引退するんかな。マリオバレンタインのラリホンクイズ番外編2というわけで、その激痛演出クイズに番外編があるんですよ。でこれ毎回何が番外編なんだろうと思った、この前配信の教えてもらったんですけど、激痛演出クイズって一応激痛するのが前提だから、番外編に使ってる素材は撃墜できないんやって。要するにあの撃墜演出詐欺っすよね、それが番外編らしいです。なので詐欺の方が俺むずいとは思うんだけどね。星5中星2というわけで見ていきましょう。毎回うまかったりするんですよね、バーストの仕方がね。番外編は見ていきましょう。ベレトスロボット、誰あれ下のやつ、まあ下のやつ誰か知らんけど多分あれはロボットのメテオっすね。違うのか、いや絶対そう。でそのタイミングにメテオを当てたタイミング、次のタイミングにブレトスが上ビー決めました、上ビーでメテオしました。当てる映画メテオされてますね、これは簡単だね、知ってるよ、ほらでバーストできませんでしたってことな、これが番外編の理由ね。もう簡単すぎる。バレンタインの日本激炎918というわけで、ついに略されました。激炎演出クイズが激炎9で。いいね。あれですよ、皆さん。さっき簡単すぎたもんで、今日はいける気がする。最近本当に当たらんもんで、一回ちょっと簡単なの正解してから、ちょっと上げていこうという流れね。星口星さん。しずえフィットレ、フィットレが敵だね。サムス。でもなんかフィットレフさ、これ崖橋っぽいよね。空上とかしてんじゃないのこれ、空上して ダークサムス食らってる。で多分しずえがなんかしてる、あのフィットレに、無理だ、番外編しか無理だ。はいどうもー、シャッカズキ TV です。というわけでちょっと皆さんね、見ましたか、公式スマブラのね、あの X を見ましたか、あのツイートがされてたんですけど、スプリッツ、新スプリッツが来てるじゃないですか、何回か。もう2回来たと思うんですけど、全部動画にしましたし、あのパート3が、あの内容決まりました。見た方おるかな、あのポケモンらしいですよ。ポケモン SV の、まあ、コライドミライドンとかが、新ポケモンスプリッツとして来るらしいんで、2月9日に来るらしいんで、まあ、動画撮ると思うんですけど、前回ね、告知することもなく、俺、ギリギリでね、そのスピリッツイベント終了ギリギリで撮影して動画投稿したもんで、もう俺の動画見た頃にはそのスピリッツゲットできなかったんですよ。ね、ちょっと今回はちょっと早めに告知させてもらいました。一応その時にしか撮れないスピリッツやから、ね、ちょっとね、期間限定やし、まあ、早めに言っといた方がいいかなと。で、ポケモンね、コライドミライドンが多分星4っぽいんですよ。で、前回ね、星3でも難かったんですよ。これ星4どうなるかなって感じなんですよね、これ。クソむずい方が動画的には嬉しいんだけど、
嬉しいか。まあまあまあ、ちょっと楽しみですね。未来ドンコライドンのスペースステージ、どんなルールかちょっといまいちね、まあ、想像つかへんけれども、多分チーム戦なんだろう。うん。多分敵が2体いるんだろう。楽しみ。